時には昔の話をしようか。通い慣れた馴染みのあの店、マロニエの並木が窓辺に見えてた。コーヒーを一杯で一日、見えない明日をむやみに探して、誰もが希望を託した。揺れていた時代の熱い風に吹かれて、体中で時を感じた。そうだね、道端で眠ったこともあったね。どこにも行けないみんなで、お金はなくてもなんとか生きてた。貧しさが明日を運んだ。小さな下宿屋に幾人も押しかけ、朝まで騒いで眠った。嵐のように毎日が燃えていた。息が切れるまで走った。そうだね、一枚残った写真をご覧よ。ひげ面の男は君だね。どこにいるのか今ではわからない。友達も幾人かいるけど、あの日のすべてが虚しいものだと、それは誰にも言えない。今でも同じように見果てぬ夢を描いて走り続けて